将来は札幌から新幹線で乗り換えなしで函館まで行けるようになるかもしれません。大型連休初日の新函館北斗駅です。どちらに行かれます？函館。久しぶりにみんなが動き出してるからもういいかなと思って。海鮮丼を食べます。この連休中、指定席の予約は去年の2倍以上。北海道新幹線の客足も戻りつつあります。2030年度末の札幌延伸に向けて工事も進む中、新たな動きが。調査をしてからいろんなことが、協議していくことになると思いますが、ミニ新幹線のスイッチバックというのが妥当だなと思っております。先月、函館市の新たな舵取り役に選ばれた大泉潤市長。選挙中から訴えてきた目玉政策が北海道新幹線の函館駅への乗り入れです。現在、函館ライナーが結ぶ新函館北と函館間に新幹線を通す構想。東京や札幌から乗り換えなしで新幹線のまま函館駅に乗り入れようというのです。新幹線乗り入れ函館駅、あれって皆さん期待してるのかな、どうなのかなって期待してる。北斗市からの駅からここまで来るの時間かかるさ。ここに来てくれた方がありがたいですよね。ちょっとこう見てもらえればね、いろいろ。本当にやるのかなと思ってさ。でも4年じゃ無理でしょ。今6月の、政策予算に調査費を盛り込みたいというふうに僕はイメージをしてます。今年度中に調査結果を示したいとする函館市長。背景には函館の未来への危機感があります。新幹線が開通して特急がなくなってしまうと、本当に函館駅ってローカル列車が来るだけの駅になってしまうんで、そこに新幹線が来るのと来ないのでは函館駅の周辺の整備とか考えた時も全く違ってくると思うんで。想定するのはミニ新幹線方式。でもミニ新幹線って何？建設費用や技術的な課題は？気になるあれこれをもう一掘りします。もう一掘り。大泉市長が新幹線の乗り入れについて調査を考えている区間を地図で見ていきましょう。はい、まず新幹線の新函館北斗駅から函館駅までのおよそ18キロ、この区間ですね。札幌でいうと北広島の手前ぐらいの距離になるんですけれども、ここをまあおよそ20分で結びますが、乗り換え時間も含めるとまあ近くて遠いなんて揶揄する声もあります。まず野宮さん、この構想どうでしょうか？函館ってやっぱり広い北海道の中でも観光地としてのブランド力ってものすごくあって、だいたい北海道に旅行に来る人って札幌と函館とスケール感が分かんないから1泊2日ぐらいで行けると思ってるんですけど、近いと思ってますね。無理なんですよね。でもやっぱりその新幹線で本当に直通で結ばれると旅のプランとか飛躍的に広がるし、心理的な効果もあるなと、お金のことは置いといて思います。なるほどね。いろんな行動がパターンが増えていく可能性があるということですよね。そして新幹線とその直接乗り入れる場合ということでネックになるのが線路の幅なんですけども、ちょっと線路の幅簡単に解説すると、まあ、これ北海道新幹線が東京方面から新函館北斗駅までこうやってやってきますね。はいはい、でその新幹線の幅というのが線路の幅1435ミリなんですね。で新函館北斗駅からその先というのは在来線になりますので、これ先ほどすみません5時台ちょっと数字間違えてましたが、こちらが正しく1067ミリですので、はい、そうすると新幹線はここから先行けませんよ ね。 そうですね。ですので、まあ、そこにこれ3本目の線路を伸ばすことでこのまま新幹線函館駅まで乗り入れようという構想になります。でこれを実現するために大泉市長が打ち上げたのがミニ新幹線でした。函館駅への乗り入れを目指すミニ新幹線、東北ではもう走っています。映像は秋田新幹線の小町です。
仮に函館駅に乗り入れる場合、東京から札幌に向かう新幹線の後ろに函館行きのミニ新幹線を連結、新函館北斗駅で切り離して函館に向かえば東京と函館が直結です。逆に札幌から東京に向かう新幹線の後ろに函館行きのミニ新幹線を連結すれば、はい、札幌と函館が新幹線で直接結ばれるのです。技術的には問題ないと思います。そう話すのはカナダ在住の鉄道解説系の YouTuber 鉄坊寿司です。新函館北斗駅のそばに函館の新幹線の車両基地があって、そのすぐ横を在来線の函館本線というのが通ってますから、本当にもう本当10メートル20メートルぐらいですかね、線路を引けばもうそれで線路はつながる。またインバウンド需要が戻り始めた今、観光が主な産業の一つである函館市にとって時間短縮以上に乗り換えなしのメリットは大きいといいます。北海道新幹線の場合は、ね、グリーン車の一つようにグランクラスというもっと高い座席もあるんで、まあ、そういったものにお乗りになられている方が、まあ、言ってみれば普通の、ね、通勤電車と同じようなものにそこで乗り換えなきゃいけないっていうのは函館のイメージにもイメージのダウンにもなるっていうことで、まあ、やはりそういった意味で乗り換えなしで東京それから、まあ、札幌両方ですねに行くことができるようになるっていうのは大きなメリット。気になるのはその建設費。一般的な新幹線の場合、1キロメートルあたり100億円、新函館北斗と函館間18キロは単純計算で1800億円です。しかし在来線のレール幅を改修するミニ新幹線なら大泉市長は75億円と見積もります。その財源についてふるさと納税の可能性も含めこう話します。お金はですね、最初に先行投資をする、そしてそれを例えば線路使用料という形で、まあ、長い期間をかけて回収することもあり得ると思うんですね。ふるさと納税の100億、確かに高い目標ではありますけれども、決して不可能ではない。ちなみにふるさと納税の寄付額全国トップは紋別市でおよそ153億円、決して夢物語ではないのです。背景には新幹線の札幌延伸への不安があります。新幹線が開通して特急がなくなってしまうと本当に函館駅ってローカル列車が来るだけの駅になってしまうんで、そこに新幹線が来るのと来ないのでは函館駅の周辺の整備とか考えた時も全く違ってくると思うんで、かつて当時の横道知事と木戸浦函館市長が覚書まで交わした函館駅への新幹線乗り入れ、地域活性化の起爆剤にと大泉市長は問いかけます。新幹線はどうでしょう。まず若い人から選ばれるような街にならなければなりません。都市のステータスを上げる、もっと魅力のある街にどんどん変えていくこと。一番超えなきゃいけないハードルは、まあ、将来的なビジョンも含めてですけれども、観光以外にどれだけ流動を生み出せるかっていったところを、まあ、絵に描いて、まあ、実際のところ新線を建設するとなるとお金の問題だけじゃなくて新線建設できるだけの需要があるっていうことまで将来に対してビジョンを、まあ、市民の皆さんに市長が提示できるかどうかっていうところが一番のハードルじゃないかねっていうふうに私は考えています。では函館の皆さんはこの新幹線構想についてどう感じているんでしょうか。中継です、堀内さん。はい、函館駅前で市民の方にお話聞いてみました。まあ、我々聞いている限りではですね、程度の度合いこそあれどもほとんどの方が賛成という話だったんですよね。いくつかご紹介します。50代の男性は、まあ、函館いいもの、おいしい食べ物、素敵な景色たくさんあるんだけどもにぎわってないんだと。で、人を呼ぶにはやはりこの乗り入れしかないと思うというお話。
それから実際に普段新幹線使うという女性はやはり乗り換えがとても不便だと、時間もかかるし手間もかかると、なので大賛成だというお話でした。でそもそもこの函館駅周辺の再開発が始まったのは1993年なんですね。青函連絡線の駅からの変貌ということで中心に据えていたのがこの新幹線の函館乗り入れ構想でした。でその後札幌延伸でこの話は立ち消えになりましたけれども、今回この構想が復活したその背景には、道内でも人口減少のスピードが速いこの函館の、待ったなしの状況というものがあります。客観的に見ると野宮さん、なんか函館って北海道でも本当に指折りの魅力ある街だと思うんですけど、やっぱり人口は減ってるので地元の皆さん相当危機感あるみたいですね。そうですね、札幌延伸してもやっぱり乗り換えがあるということで函館がスルーされてしまうんではないかというふうにやっぱり函館市民の方も心配してるでしょうし、やっぱりそのこれ函館だけの問題じゃなくて北海道全体に、函館にあの北海道新幹線が直通されることで北海道の面として東京、函館、札幌が新幹線でネットワークとして結ばれるっていうのは、観光はもちろんあのビジネス客も、今結構ヨーロッパのああいう高い電車ってビジネス客パリ、ブリュッセル間とかってお仕事してるんですよね、パソコンで。そういう需要もあると思うので、あの確かにものすごいお金のかかることですけど、未来に値する投資なのかっていうテーブルに載せる価値は大いにあると私も思ってます、だからそこをどうやってこう現実的なビジョンとして市民の皆さんに説明できるかプレゼンテーションできるかってところが課題ですよね。あのもちろん夢物語じゃなくて、あのさっき鉄坊主さん、あの解説の方がおっしゃってましたけども、やっぱり将来にわたってこういう未来があるから今これだけ先行投資します、で函館市民の皆さんが納得、あだったら先にじゃあお金かかるかもしれないけど出しましょうになるので、ここの説明って結構難しいですよね。そうですね、これからやっぱり市民と、それからやっぱり北海道全体で考えた方がいいかなっていう気もしてます。我々やっぱり北海道は新幹線が長らくなかったので、こういう議論になるとピンとこないところもあるんですけれども、やっぱり道民みんなで考えていかなければいけないですよ ね。こうなってくるとなんか秋田新幹線と山形新幹線一度乗りに行ってみたいなとか、ちょっと視察に参りましょう、一回乗りたいですね、大泉市長は来月乗り入れ構想に関する調査費を政策予算に盛り込む方針です。